1988年の阪急ブレーブスでは、1988年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、2回目の上田理事監督体制の8年目のシーズンである。1984年以降優勝から遠ざかるチーム立て直しのため、長くオーナー代行を務めていた小林光平がこの年からオーナーに就任。上田監督は、 福本豊や加藤秀治と共に、チームの中心打者だった、ミノダ浩二を金銭トレードで巨人に放出し、ミノダの後釜として、ダラス・イリアムズを獲得するなど戦力を再編。4年ぶりの優勝を狙うチームは、若手主体の開幕オーダーを組んだが、前年と違って4月を6勝12敗と負け越して、開幕ダッシュに失敗すると、6月まで再開生活が続いた。 7月は10勝4敗と勝ち越して4位に浮上し、その後も南海アロッテと4位争いを演じた。しかし、前半の出遅れが響いて、借金返済はならず3位の日本ハムと2.5ゲーム差の4位に終わった。投手陣は、前年大車輪の活躍を見せた山沖幸彦が不審に終わったこともありチーム防御率4.08は、リーグ5位に終わり、打撃陣も、 福本の衰えもあり、チーム本塁打は117本はリーグ4位、長年トップクラスだった、盗塁数は51個でリーグ4位に終わった。シーズン終盤の10月に、球団のオリックスへの譲渡が発表され、新球団名がオリックスブレーブスに決定したため、半球ブレーブスとしての最後のシーズンとなった。また、長年チームを支えた。 山田久志と福本豊がこのシーズン限りで引退した。ありがとうございます。